2011年の J リーグ2011年の J リーグディビジョンに2011年 J2 最終節2011年 J2 最終節では2011年12月3日に。なお、本校では特に J1 昇格の可能性のあったサガントス、コンサドーレ札幌、徳島ボルティスの3チームの絡む試合について記す。また、最終節での昇格争いに大きく影響を およぼした第37節の3チームの試合についても、記す。2011年の J には、前年降格組の FC 東京が、頭一つ抜け出し、これを、栃木 SC、ジェフユナイテッド千葉、そして、徳島といったクラブが追うという構図で展開された。しかし栃木は、リーグ中盤に引き分けを挟む5連敗で失速して、昇格争いから脱落。 千葉もリーグ中盤に引き分けを挟む4連敗があって一歩、後退。変わって、序盤は2桁順位に沈みながら、第17節からの18試合で12勝2敗 4? 分けの戦績で勝ち点を一気に上積みした札幌と折り返しの第7節終了時点では7位にとどまりながら、その後の第24節から16試合負けなしで波に乗ったトスが、昇格争いに絡むこととなった。 第36節、首位の FC 東京がアウェーでガイナーレトットリに勝利して自力で3位以内を確定、さらに2位のトスがホームでキラバンツ北九州相手27試合ぶりの黒星を喫したことで FC 東京の J に優勝が決定する。一方、勝ち点62で並ぶ2チームのうち4位札幌は ザスパクサツ相手に勝利目前のロスタイムから、まさかの逆転負けを喫するも、3位徳島が湘南ベルマーレに勝利したことで、2試合を残して3位、徳島と5位北九州との勝ち点差が7となり、可能性をわずかに残していた北九州と千葉の昇格が消滅。この時点で昇格争いは、勝ち点差3にひしめくとす、徳島、札幌の3チームに完全に絞られた。 J2 第37節湘南ベルマーレ対コンサドーレ、札幌の試合前のバックスタンド席この節は11月26日と27日の2日間にわたって行われることが決まっており、3チームの対戦カードは以下のようになっていた。2日目に3位徳島と2位トスの直接対決を控えており、勝つトスが他2チームを得失点差で大きく引き離していたことから、 1>, 1日目に行われる札幌の勝敗によって昇格争いの行方は大きく変わることになった。カッコ内は特殊点差の関係で昇格確実となるケース。2位のトスにとっては勝てば自力で昇格を確実とする一戦であった。一方、4位の札幌にとっては引き分け以下ではトス、徳島どちらかの昇格が決定し、札幌が敗れて、 徳島とトスが引き分けた場合はこの不死で昇格自体が完全に消滅する状況であったため昇格に望みをつなぐためにはゼがヒでも勝利が必要だった。札幌は序盤から湘南の MF アジエルを起点とした攻撃に苦しみ前半を無失点で終えるのがやっとだった。後半12分札幌は FW 近藤祐介を投入し システムを3から5から2に変更して逆襲。後半16分に MF、砂川誠からのパスを近藤が中央で受け、落としたところへ MF、古田博之が走り込んでこれを決め、札幌が先制。札幌は、後半38分にも近藤のアシストから MF、宮沢祐希が決め、札幌が2のゼロで勝利。この時点で、トス、徳島、 札幌の3チームの勝ち点が65で並び、第37節で昇格確定のチームが出ることはなくなった。2011J リーグディビジョンに第37節第1日、湘南ベルマーレ V コンサドーレ札幌この試合は勝った、型のチームが昇格に向けて大きく前進となる。大一番とあって、スタジアムには1万2000人近い監修が詰めかけた。試合は、前半6分。 トスの FW、豊田洋平がペナルティエリア内にボールを奪うとフリーで走り込んだ MF 金民優にラストパス。これを決めてトスが先制する。その直後の前半8分、今度は徳島の FW、佐藤光大がペナルティエリア内で倒されて PK を獲得。これまで徳島を牽引し続けた MF、徳重高明がゴール左を狙ったが、 トスの GK、赤星拓がこれをセーブし同点のチャンスを逃す。逆に前半30分、ゴール前で得た、トスのフリーキックを DF、北に光うが直接ゴールを狙い、GK をスンフンが弾いたところを FW、池田 K が押し込んで、トスが追加点。後半にも MF、藤田直行のロングスローを豊田が頭で合わせて、さらに追加点を上げ、 トスが3の0で徳島に勝利した。2011J リーグディビジョンに第37節、第2日徳島ボルティス V サガントスこの結果、第37節を終わっての順位は以下のようになった。トスは徳島、札幌に勝ち点差3をつけて2位をキープ。3位札幌との特殊点差の差が18、4位徳島との特殊点差の差が20あり、この時点でトスが J リーグ発足後初の J1 昇格を決定的なものとした。徳島は3失点が大きく響き得失点差で4位に交代、代わって札幌が3位に浮上した。各チームの対戦カードは以下の通り。太字は本校対象のチーム。前説の結果、鳥栖の3位以内は確定ではないものの、得失点差の差が大きく3位以内をほぼ決定的にしており、 実質的には J1 昇格の最後の一つの椅子を勝ち点で並ぶ札幌と徳島で争う構図となっていた。札幌と徳島の昇格条件は以下の通り、両チームが勝った場合、または両チームが負けた場合は、得失点差の勝負となるが、両チームが得失点差でも並んだ場合は、総得点の勝負となり、試合前の総得点数で上回る徳島が優位な。 情勢にあった。J リーグアフターゲームショー j に最終節コンサドーレ札幌対 FC 東京の試合風景12時32分に、札幌対 FC 東京が1分遅れて12時33分に、トス対熊本と岡山対徳島がキックオフ。試合内容に、ほぼ関係なく、昇格を支中に収めているものの勝って、昇格に花を添えたいトスであったが、苦手の熊本に、 序盤から押し込まれる展開が続き、前半17分に、熊本 FW、大阪望みに先制ゴールを許し、前半はこのまま終了。その次に試合が動いたのは、札幌であった。立ち上がりから猛攻を仕掛ける FC 東京に対して、カウンター攻撃を仕掛ける状況が続いていたが、前半40分にターンオーバーから MF、砂川誠からの左サイドのパスを、MF、 古田博之が折り返すと、ニアサイドに走り込んだ FW、内村稽古がゴールを揺らして、札幌が先制する。さらに前半のアディショナルタイム、今度は、右サイドから縦にボールを持ち込んだ FW、近藤雄介のラストパスを受けた内村が抜け出して2点目を上げ、2点リードのまま前半を終える。一方、自力での昇格のために大量得点が欲しい、徳島だったが、 得点源となっていた FW 佐藤光大を警告の累積による出場停止で書き、また監督の見延べ直彦が前節3失点の教訓から点をやらないように、そして1点ずつ積み重ねていくというプランを実行したこともあり、攻め込む場面を作り出すも決定期には至らず、前半終了間際に FW 柿谷を一郎が放ったシュートもポストに嫌われ、 前半は両チーム無得点で終わった。後半開始直後の3分、徳島がビッグチャンスを迎える。FW、津田智弘がペナルティエリア内で MF、田所良に倒されて PK を獲得。キッカーは前節に続いて MF、徳重高明。しかし、徳重が蹴り込んだボールは、岡山 GK、雅子秀則の手を引き、クロスバーに当たるとゴールの外へ、 特重は2試合連続の PK 失敗となった。一方、札幌では FC 東京が MF、石川直宏、FW、ロベルト・セザーを投入し、組織力だけではなく個人技を交えた攻撃的な布陣を敷いたこともあって攻め込まれ、後半35分に FC 東京が MF、谷沢達也がミドルシュートで1点差とした。さらに FC 東京は、 同点の機会を伺うも、札幌の固い守りに阻まれた。札幌の守備が機能して、得点を許さない。トスでは、後半11分に、トス MF、早坂良太のヘディングシュートで同点に追いつくが、後半25分に、熊本のコーナーキックから DF、矢野大輔が頭で合わせて突き放すも、後半31分には、DF、北二光亮が、同点ゴールを決めた。 その頃、札幌が1点返されたという情報を聞いた、徳島だったが、札幌が追いつかれる可能性を信じて、途中投入の DF、島村岳を攻撃的な位置に入れるなど前がかりになるもなかなか、得点には至らず、逆に終了間際のアディショナルタイム5分に、左サイドから岡山に押し込まれると、ペナルティエリア内でキープした、岡山 DF。 上田竜人堂のパスを受けた途中出場の FW、久喜田慎吾に、右足ダイレクトでシュートを決められ、0から1で敗戦。そして、札幌は2の1で、トスは2の2のまま試合終了。この結果、トスは、勝ち点1を上乗せして、自力での2位を確定し、クラブ創設14年目にして、初の J1 昇格。札幌も勝ち点3を上乗せして3位をキープし4年ぶりに、 J1 復帰を果たした。一方、徳島は2試合連続の敗戦で勝ち点を上乗せできず、四国勢初の J1 昇格はならなかった。2011J リーグディビジョンに第38節第1日サガントスブイロアッソ熊本 2011J リーグディビジョンに、第38節第1日コンサドーレ、札幌 VFC 東京 2011J リーグディビジョンに、第十八節第日ファジアーノ岡山。 V 徳島ボルティス、ありがとうございます。